この譲り合いはない。すみません、ちょっとお待たせしてしまいまして、今から緊急記者会見ということで、原子力規制委員会の問題について、我々NGO の E シフトという、新しい脱原発、新しいエネルギー政策を考える会という団体と、N シフジャパンの有志の方との共同での記者会見を開催させていただきたいと思います。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。私は E シフトのメンバーで気候ネットワークのスタッフをしております桃井と申します。よろしくお願いします。それでは早速ですけれども、今回こちらの前の方に書いてある順番で少しこちらの方からお話をさせていただきたいと思いますが、まずその規制委員会のこの人事案の問題点について、今の全体の問題の概要を青山学院大学教授の小島先生からお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、NSF ジャパンの司会をいつも担当させていただいております、青山学院大学の小島と申します。原子力規制委員会は原子力規制委員会設置法で、作られた、ものなんですけれども、国会で議員修正があって、独立性の高い、委員会と、いう構成になりました。国会の審議の中で、原子力村からの、断絶っていうか、原子力村の影響力を断つと、こういうことで、人事が、選ばれると、こういうことだったんですけれども、開けてびっくり、原子力村の人々が、ずらりと、並んでいると、こういう状況になっています。当初から、複雑な経緯ですから、普通は人事案が漏れるとこの人事案は撤回ということなんですが、人事案が提示される1週間前に、これに限っては人事案がマスコミに出ても大丈夫だと、それを提示してよろしいということで、民主党と自民党の、議運の委員長が、了解をすると、いう異例の展開ですね。で、その通りになってですね、人事案提示の日に読売新聞で、予定通りちゃんと出たということになりました。朝日新聞もこの人事でいいじゃないかというような記事が出てですね、読売新聞、朝日新聞、総出でですね、これでいいんじゃないかというような記事が出ておりました。朝日新聞は間違えたんじゃないかななどと思っていたらですね、昨日の新聞で福島総局長がこの人事でいいんじゃないかって、また、細野さんのこの人事案を応援をしていたので、確信犯なんだなということが分かりました。この問題はですね、この人事が適任かどうかという以前に、日弁連の会長の声明にもありますように、そもそも違法なんじゃないかと、いうことですね。で、国会で修正をされた、原子力規制委員会設置法なんですけれども、その政府が違法だと日弁連会長から言われている人事を出してですね、これにまた国会が同意をするということになると、日本は法治国家なのかっていう、そういう疑問も湧いてくるわけでありまして、この原子力規制委員会の人事案というのは極めて重大な問題をはらんでいるというふうに思っております。詳しくは声明文等々に、ございますので、それでお話をしていきたいといただきたいと思いますけれども、この問題点が、人々に周知をされていく時間と、いうことが必要なんですけれども、内容については、水田さんの方から説明をお願いいたします。
杉原さん、はい、ミスターさん、ごめんなさい、大丈夫です、間違いない、引き続いて、私自身もですね、杉原浩二と言いますが、同じく eシフトの、拡大規制庁チームの、一員として関わってきました。